どうも、リュウジョカです。今回は予選リーグ最終戦の様子をお届けしたいと思います。我々リスタートは現在1勝1敗、勝っても自力での決勝トーナメント進出はちょっと難しい状態なんですけど、2位の中での成績上位チーム一枠を狙って最終節も勝ってなんとか望みをつなげたいと思います。それではどうぞ。スタメンは46番シュート、10番陽平、26番若さん、77番私藤岡でスタートします。立ち上がりはシュート、陽平を中心に積極的に相手ゴール前に迫りシュートを放っていきます。陽平が鋭い読みでボールを奪い相手ゴール前まで運びます。単独で突破を図るもシュートまではいけず、今度はシュートが単独でボールを奪いゴール前まで迫ります。この試合は今までの2試合に比べ絶対に負けられない一戦だからか、みんなから積極性やる気が感じられました。我々も相手チームもお互い3試合目、だいぶ体に疲労が来ています。攻守の切り替えがだいぶ遅いですが、なんとか全員頑張っています。ここでシュート、藤岡とつなぎワンツー、そしてシュートがゴール前まで運びシュートを放つも決まらず、藤岡が陽平にボールを落とし陽平のダイレクトシュートも枠外、カジ、陽平、藤岡、そしてカジとつなぐも相手にカットされます。そして相手からボールを奪ったシュートが昨日とのワンツーでダイレクトシュートも相手キーパーの好セーブ。前半は我々リスタートがボールを持つ展開が長く、なんとか1点を取っていきたいところ。ここでシュート、藤岡の落としから陽平が走り込み大チャンスも枠を捉えきれず、1対1のディフェンス、シュートは本当に頼りになります。陽平も持ち味のしぶといディフェンスで相手からボールを奪います。そして相手のファウル、ここで前半終了です。後半は何としてでも1点を先に取りたい。勝たなきゃ後のない私たちは積極的にボールを奪いに行きます。シュート、陽平、カジ、若さん、そして陽平と行くもここはシュートまで行けず、だいぶ間延びした展開が続いてきてお互いチャンスが増えてきますもん、シュートのシュートミートせず、シュートがボールを奪い前線へパス、相手にカットされるも一人でドリブルで剥がしチャンス、シュートから藤岡とつなぎ藤岡1対1、若さんにパス、若さんのシュート決まりました、ゴール、先制点。よし、やっと待ちに待った先制点が取れましたが、2点目を目指しもう1点取りに行きます。ここでまたしてもシュートが相手からボールを奪いドリブルで突破を図ります。陽平からもう一度シュート、シュートを藤岡に出すと見せかけて陽平、陽平1対1を冷静に外し流し込みゴール、2対0。
ちろん相手にチャンスもあります。私たちのピンチは守護神田中がセーブ。藤岡の長いパスは日野の足元には合わず、この試合大活躍のシュートが相手を外し藤岡へパス。藤岡が1対1をシュートにラストパス、シュート流し込み3対0決まりました。3対0と勝ちを確信したところ相手に得点を許してしまいます。右サイドから相手の強烈なシュート決められてしまいます。3対1。決勝トーナメントへ行くにはまだまだ得失点差を考えて点を取っていきたいのでチーム全体で攻めていきます。若さんが1対1を奪ったところで残り30秒、もう1点欲しいところ。ここで試合終了、3対1で勝利しました。我々は2勝1敗、グループリーグを2位で突破しましたが、果たして決勝トーナメントには行けたのでしょうか。なんと決勝トーナメント進出が決定しました。次回はベスト4準決勝の様子をお送りしたいと思います。次回の動画もよろしくお願いします。